特選作、ニコライ・ニセヒの結婚式、ラウリッツ・トゥクセンは、デンマークの画家、彫刻家、スケーン美術館の創設に貢献した一人である、コペンハーゲンで海軍士官の息子に生まれた。海洋画家になることを希望し、15歳からデンマーク王立美術院で、ホルガード・ラクマンや、ビルヘルム・キューンの風景画や海洋画の指導を1872年まで受けた。 才能を認められて、肖像画家となることを勧められ、1875年からロンドン、ブルターニュ、パリで修行した、フランスの肖像画家レオン・ボナに学んだ。1875年に、シャルロッテンボー宮殿で開かれた春の展覧会に作品を出展したのを、はじめ、1878年から1913年まで、パリの芸術アカデミーの公式展覧会、 サロンドパリに定期的に作品を出品した。各地を旅する生活を送り、1879年から1880年はフィレンツェトローマ、1886年から1887年はドイツとイギリス、1889年はエジプト、1891年からパレスチナ、1896年にはサンクトペテルスブルク、モスクワ、 1902年に、スペイン、1913年からギリシャなどを訪れ、アメリカ合衆国やアイスランド、グリーンランドも訪れた。才能は、ヨーロッパ各国の王室にも認められ、王室の依頼で、デンマーク王クリスチャン9世とその家族を描いた7メートル5メートルの大作や、イギリスに招かれて、ビクトリア城を夜行大使、エドワードの家族の肖像画を描いた。 ロシアでは、ニコライ2世の結婚式の様子を描いた。デンマークの最北端の漁業の町、スケエンには、多くの北欧の芸術家が集まって活動していた。特選も1870年に初めて、スケエンを訪れた後、1901年になって、住居を購入し夏用の別荘とし、その後そこで、家族や友人、風景や庭園を題材に、多くの絵を描いた。 ベーダー・セベリン・クロイヤーやミカエル・アンカーらと親しくし、スケーエン美術館の設立に重要な貢献をした。1892年に美術アカデミーの教授に任じられ、1889年、1890年のパリ万国博覧会の審査委員などの公職も務めた。ありがとうございます。